大谷翔平選手を応援するファンの皆様、新助ハンディマンです。8月10日第17戦対アスレチックス、大谷翔平選手は5番 DH で出場です。今日の大谷翔平選手は4打数の2安打1つのフォアボール打点2を挙げました。大谷翔平選手は値千金の同点ツーランホームランを打ってエンジェルスの勝利に貢献いたしました。これで2試合連続のマルチ安打を記録しました。やりました。今日のエンジェルスはノーガードの打ち合いを制して勝ちました。大谷翔平選手のですね、打撃の内容と織り交ぜて説明したいと思いますけれども、まずエンジェルスの1回の攻撃なんですけれども、レンドン選手のツーランホームランなどで3点を挙げます。で、大谷翔平選手は、ワンアウトランナーなしからで、フォアボールという形になりました。ここの打席ですね、ツーストライクと追い込まれたんですけれども、よくですねボールを見極めて、最終的にはフォアボールを選んで、出塁しました。エンジェルスは2回にすぐ同点に追いつかれてしまって、その後も、3回に、失点して5対3と逆転されてしまって、それで、3回のエンジェルスの攻撃なんですけれども、大谷翔平選手はワンアウト1塁2塁からの、場面で、ショートゴロになってしまって併殺打崩れで、1塁に残るわけなんですけれども、大谷翔平選手は俊足を生かして、一塁セーフ、ダブルプレーが崩れて、まあ犠打みたいな形になった打席となりましたね。いい走塁でした。そしてまた4回の表にですね、アスレチックスに4点入れられて9対4になるわけなんですよね。5点差つけられるわけなんですけれども、それで、4回の攻撃また大谷翔平選手に打席が回ってくるわけなんですけれども、ここもワンアウト、ランナー1塁で大谷翔平選手は左投手から、引っ張ってライト前のヒットを打って、またさらにですね、俊足を生かして、二塁まで行ってワンアウト3塁2塁にするという形になりましたね。この回はマイク・トラウトのホームランなどで、3点を返して、9対7まで、追い上げるという形になりました。そして6回、今日の大谷翔平選手のメインのところですね、ワンアウト1塁で、なんと初球を打ってですね、センターオーバーのやや、まあ、センター寄りなんですけれども、ホームラン、値千金の同点ツーランホームランを打ったわけなんですけども、これですねちょっとね予期してたところがあったんですよ。4回の第3打席目なんですけれども、ここでもですね初球をね振ってるんですよ。まあ、残念ながら空振りだったんですけれども、今までですね大谷翔平選手に初球をね振るってことはあんまなかったんですよ。いいボールが入ってきてもね、ボールをよく見ててね、どうして振らないのかなと思ってたんですけども、やっぱりね狙ってたんですね。これね6回のホームランの時は初球を打ってホームランという形になったわけなんですけども、いやーナイスホームランでした。そして8回、ここまでで、リリーフ陣が頑張ってゼロに抑えてですね、9対9の同点で8回の裏まで持ってきました。そして8回の裏、いやここでやったのがさすが兄貴トラウトですね、パパトラウト逆転のホームラン、いやさすがですねマイクトラウト選手、ここで打つのはね本当すごいと思いましたね。鳥肌ものでしたね。今日ね2本打ってますからね、素晴らしいホームランでした。で、大谷翔平選手にもこの後ね打順が回ってくるんですけれども、大谷翔平選手はですね5球目ボール球だったんですけれども、球審のストライクの、判定で、大谷翔平選手はですねもうねバットを置いてね一塁にね行きかけてたんですけれども、ストライクのコールということでそのまま続行だったんですけども、で、次の球を打って、ファーストゴロで
でアウトになったんですけども、ここで大谷翔平選手の素晴らしいところはですね、諦めずにですね全力疾走で一塁までね走ったんです。いやー、この姿っていうのはですね、もうね、ファンは見ててね、やっぱりね、あ、本当に大谷翔平選手っていやすごい選手なんだなと、諦めずに、全力疾走で一塁まで駆け抜けるというね、本当にねこういうところはね頭が下がりますね。本当に素晴らしい走塁でした。そして今日はですね、本当に、4対9からの、逆転勝利ということで、はい、エンジェルスは勝利いたしました。これで通算成績6勝11敗にしました。で、大谷翔平選手は、打率2割に乗せてきました。やりました。今季初の2割ですね。素晴らしいです。これからもどん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 ヒットを打って打率をね伸ばしてもらいたいと思います。はい、で明日も試合があります。アスレチックス戦の第2戦、明日の、先発予定はですね、ディラン・バンディ投手です。先日ディラン・バンディ投手、完投をね、しました。なので明日もね期待したいと思います。明日のね大谷翔平選手にもね期待したいと思います。昨日ね言った通りね、大谷翔平選手ねバッティングの調子がね上がってきております。のでね明日もね期待したいと思います。皆さん応援ねまたよろしくお願いいたします。それではまた。応援よろしくお願いします。Thank you.